練習とかしてると自然に危機回避能力とか上がるような気がしてます。スズメバチとかやっぱ走ってると目の前によく現れるんですけど一回も刺されたことないんで、イノシシとかタヌキとか会長指示で追っかけるんで、野生の肉うまいっす。野生の剛腕島野幸太郎22歳。自然から自分に来る力がものすごく強いんで、千葉の大自然でのトレーニングと野生の肉を食べて培った肉体、そこから繰り出される剛腕、 KO 率は 70% 以上を誇る。周りは世界レベルの選手たち。しかし自然界同様、リングでは何が起こってもおかしくはない。自分この大会のダークホースになるためで、まさか起こすために準備したいと思います。相手を食うというか、そういう気迫を見てほしいです。ていうかそこ以外見せられるとこないんじゃないかなと思って、島野の相手はスペインのトラ、ハビエル・エルナンデス25歳。いかなる相手にも前に出る獰猛なファイト、トラの異名でヨーロッパ中を食い荒らす猛獣が K1 に襲来する。Bueno, pues cuando me dieron la oportunidad de enfrentarme, yo ya sabía que él venía al torneo, estaba seleccionado para el torneo. Entonces, sabía que era una gran oportunidad para poder venir y preparar ese combate como si fuera el último. Hernández 選手は実績とか実力で言えば、もう自分より全然格上の選手だと思ってます。普通とは違うパワーを持っていきたいと思います。競走馬で言えば大穴。我々の住む自然界に起こりうる理屈では証明できない何か。剛腕ダークホース、本能の戦いで波乱を起こすか。K1 ワールドグランプリ2015アンダー60キロ初代王座決定トーナメント1回戦、島野幸太郎バーサスハビエル・エルナンデス。